はい、どうもお疲れ様です。本日の名言なんですけども、私はですね、3つの T というお話を今日はしようかと思います。人生を変える3つの T、 これこそがどん底まで落ちて大きく落ち込んだ人の逆転の一手となるキーワードなんですよね。じゃあ3つの T っていうのは一体何の T なんでしょうか。まず1つ目の T っていうのは倒産です。自分の会社が倒産してしまったね、自分の勤めてる会社や自分の経営してる会社が倒産してしまって、明日からね、行くところがないよ、明日から収入源がないよっていうふうな危機にさらされた時、まあ人は進化を発揮することができるということらしいです。で、私も自分の会社の倒産をね、かなり体験してきまして、本当に自分の力量のなさを痛感するわけなんですけども、だからなんですよ。だから金がないとどれだけきついかってことを身に染みて分かってるわけですよね。逆に言うと、お金があればほとんどのことが解決できるというね、まあ別に背金主義ではないんですけども、世の中の仕組みがそうなってますんで、とりあえずはお金のコントロールを自分のできる範囲でね、やっていかなければなと思います。じゃあお金のコントロール、私はどのぐらいができるかっていうと、例えばね、1000円とか数万円ってのは、これはまあ日々できるんですよ。でも数十万とか数百万とかになってくると、ちょっと難易度が上がります。1000万単位とか億になってくると、ちょっとおいそれとはって感じですよね。そういうような形で皆様も自分のビジネスを持つときに、いくらだったら自分はね、扱えるのか、いくらの商品だったら作れるのか、いくらの商品だったら売ることができるのか、こういった自分の力量を確かめていただいてもいいのかなと思います。まあそれがですね、倒産という局面に何度もあった私が感じたことであり、逆転するきっかけは倒産したからなんですよね。もしくは倒産寸前の状態にいたから、次の手打たないとなっていうふうな危機感が私に宿ったわけなんですよ。はい、じゃあ3つの T の2つ目は何でしょうか。それは逮捕です。逮捕の頭文字 T ですね。ビジネスをしていて、あらぬ疑い誤解から私も逮捕されたことがありまして、家宅捜索なりね、令状なりね、両手にわっぱがはまったりとか、連行されたりとか、まあ、島根県警に拘留されたりとかしたわけですよ。まあ、裁判所に行って裁判を、簡易裁判を受けたりとかね、そこで判決が下ったりとか、まあひどいもんでした。牢屋にいる間の思い出ってのは一生忘れることがありませんが、逆に腹がくりましたね。逮捕されてもこの程度かっていうやつです。まあでもね、私はね、別に悪いことして逮捕されたわけじゃなくて、もうあくまでも誤解だったんで、最後には無罪方面で出てこれたんですが、ただね、逮捕っていきなり来るわけですよ。で、最長拘留をね、やっぱり2週間ほど受けるわけなんですけども、そうなってる間に私の取引先やお客様からのクレームや問い合わせなどが、まあたくさん入りましてね、対応できません、そういうことにも。さらに私の場合、逮捕された時は新聞に載るわけですよ。でも無罪でしたってことは新聞に載らないんですよ。ということでね、一旦ついた印象ってのはなかなか変わるもんでありません。その信頼を取り戻すために必死こいて一からやった、それが逮捕になってしまった私の、またね、最悪の時こそ最善を尽くすというところに、戻った、そんなマインドセットでございます。二つ目はね、逮捕されて大きく人生を変わるきっかけを持ったってことです。じゃあ3つ目の T は何でしょうか。それは大病なんですよ。大きな病です。これは大怪我と言ってもいいんですけども、瀕死の重症でもうベッドにね、昏睡状態になりましたとか、精神を患って本当に何年も何年も精神疾患、それからうつ病とかっていう風な取り返しのつかない状態になってしまったっていう風に思った時こそチャンスなんですよ。やばい、何か手を打たないとって思うのは、余裕がある時ではなくて余裕がなくなってしまった時なんですよね。そういう風などん底の時に終わってしまう人もいるんですけども、どん底の時だからこそ、その悔しさから抜け出そうと思う本当のね、自分の精神が芽生えてくることもあるんですよね。ということでね、3つの T、 まあ進んでね、大病を患ったりとか、それが逮捕されたりとか倒産したりってことを、なんか人生が変わるきっかけだからってわざわざやれとは言いません。それなりに必死でやってきてそうなっちゃった場合っていうのは、底力が出るって話です。この3つの T というね、お話、今までも何度もさせていただきましたけども、ぜひね、まだ大きく人生が変わってない、まあそんな状態にいる方がいらっしゃいましたら、まあ足りないのは危機感だってことなんですよ。今は3つの T に関わっていなくても、いずれそうなるんじゃないかなってことを考えたときに、じゃあ今のうちに動いておかなくちゃっていうふうな動機になれば幸いでございます。それでは3つの T、皆様の心に宿りますように、いやー